你过来，阿姑，阿姑，我来了。大妈，打什么打？我才不打呢！现在咱们的任务是看热闹。看热闹？咱们给他一梭子，不是更热闹？把保险都关了。我得抽袋烟，保险关了。连长，鬼子又在扫雷呢。走吧，咱们今儿有的是功夫跟他们玩。哎，没我的命令，谁也不许开枪啊！到底发生什么情况？什么？你们也不清楚？那你们是干什么吃的？能听见？你说，赶快把情况搞清楚。你说驻武安的日军别拍了，怎么会是这样？骑兵枪你要派出去没有？全派出去。马上报告，不管是出俩的还是不行的，他们都一开始30多个空军员，现在还没一个回来。全乱套了，到处都在打仗，唯独我们总部不知道是怎么回事，真是见了鬼了。没办法，我们的电台只能联系到师旅一级，底下的部队根本没有电台。120师、129师、386旅都来电询问，他们都以为下面的战斗行动是我们总部越级指挥的。报告，有新情况。讲，我们的侦察员监听了敌人电台，发现敌人那边也乱了套。敌华北方面军司令官刚才亲自和敌第一军司令官小总一男通了电话，他们说话的速度太快，咱们的侦察员日语是个二把刀，只能听个大概。他发现敌人多次提到一个地名，但他搞不懂这个地名代表什么，只好撤回来，找咱们的敌工部的翻译，日本翻译告诉他们这个地名是平安县。明白了，这个爆发点终于找到了，是平安县。所有的战斗都围绕平县打响的。这里究竟发生什么？王参谋，到，查一下我们哪支部队在平安县城一带活动。我刚查过了。总不会是李云龙这个愣种吧？就是李云龙的独立团。我的天哪，果然是他。除了他，别人没这个胆子。这个混小子，他究竟在干什么啊？在干嘛？谁知道，他还真敢干，整个晋西北，整个山西都打成了一锅粥。可咱们到现在还闹不清他李云龙在干什么。所长参谋，哟，赶快给386旅发电，查一下李云龙部到底发生什么事。是。鬼子已经进入雷区了。小张，给我拉火。还是丁团长的脑子好使，专炸敌人的工兵，干掉了敌人的工兵了，鬼子就没法扫雷了，没法扫雷，他们的车就不能在公路上走。连长，这鬼子的工兵被咱炸得还剩一半，剩下的一半又开始扫雷了。现在是机会了，给我专打敌人的工兵，给我开火。旅长，总部来电。到底是总部机关呢，我怎么就没想到呢？老总判断是平安县一带出了问题，而且马上想到是李龙的独立团在这搞什么大动作。看来老总的判断完全正确，肯定是李云龙。现在怎么办？怎么办？我知道怎么办。就算李云龙把天给捅破了，我们现在也没有办法制止他。通知所有能联系上的部队，不惜一切代价阻敌增援，就算要枪毙李云龙，也得等打完了仗再说。是。旅长，枪毙李云龙你舍得吗？趁早毙了他，
也好给我省省心。有了他，我得少活十年。你们二营只要还有一个人，就给我盯在阵地上。我告诉你，丢了阵地，我枪毙你。这位是新四区358团联络官王胜志。好，终于来了，哈哈！欢迎欢迎，王联络官找我什么事儿？王连长，跟紧熊猫，这批鬼子是完整的一个连的编制，需要重装武器。考虑到你们阵地实力太少，我们楚团长建议你们撤出阵地，由358团阻击。对不起，多谢你们楚团长的好意，我代表85军独立团表示感谢。可我接到的命令是守住此地8小时，没我们团长的命令。就天塌下来，别得用脑袋顶住。兄弟，别硬扛了，就你们这点兵力，又没有重武器，跟鬼子一个连队干，这不是自己往虎口里送吗？这你就别操心了，就算是进了老虎嘴，老子也能背上他两颗牙来。彭远，给我松口。是。团座，这些八路也够硬的，就这么支小部队，硬是挡住鬼子一个连队。他们阻击了多长时间了？7小时零10分钟。恐怕八路军要打光了，何苦这样啊？声一听，鬼子该上来了。连长，我们弹药全打光了，我们可守不住阵地了。都打光了，手榴弹，手榴弹还有吗？没有了，一颗都没有了。六连只剩我们几个人了。对面阵地怎么样？县大队和区小队的同志们呢？都牺牲了，没有一个人彻底战斗。鬼子刚刚占领了对面的阵地。好样的！这些弟兄都是好样的。连长，连长，你快说，我们该怎么办啊？这还用问？给鬼子拼了！对了，连长，我们还有一箱炸药，快，快搬过来！快往我这看看。鬼子来了，我可要拉火了。怕不怕？我不怕，找个本来。领导，再拉几个鬼子垫背。弟兄们，唱个歌吧。唱啥歌呢？对，就唱咱八路军军歌。我来起个头。铁流两万五千里，指向着一个坚定的方向。不走十年，我连。县官长胜，我是县野指挥部，八路军的阵地上发生什么事了？报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见
升起来了。什么？团座，守阵阵的八路军全部完了。都是好汉呐，几百人就这么完了，恐怕没一个活着的。八路军完了，该咱们干了。命令部队准备战斗。是。これだけですか？今これだけ。しかしこれは1時間前に受け取りました。山本大佐のところ今どうですか？交渉しています。腰掛け位は変幻の改心地も並んでしまう。山本大佐は兵力を収縮します。平安を交渉しています。将軍、吉野の連合チームは活用法の方面でいきなり八郎君の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、かなきの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。なぜか30キロ足りないところ、地平連隊は1時間に突っ込られないですか？彼らはまだ、新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は、甚だ式に至って、砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運品の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお、激戦をしています。そうすると吉野連隊長は早水で一部寸心してないですか？は、将軍。すぐ吉野連隊長発表して3時間かかり平安城の部隊を考慮して送信ないと吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。は、将軍。大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。大佐、福安の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水仙の援軍も15里の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。一体何者が指揮しているの？これは平均的な敵の器用での包囲して、その援軍をせす寸法だ。敵の主体からすると、我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはりリユンロンです。リユンロンだと？ありえない。絶対ありえない。絶対ありえない。彼女指揮統計は内心が先き攻めさせたばかりだ。彼の精神がワンが東高台によってズダズダされたはずだ。チームの名を捨てるほどの慌てっぷりだ。本郷なのに。大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると間違いなく理由論です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は勢力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるようと兵を分散させていますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは理由のだけです。よし、すぐに総長の判断を陣承知に見せよ。あの田舎者をへったりで来い。私の部下は私に教えで、佐藤はあの高州人で、彼はすでに私を包囲し、メシは陳少子で彼ではないか。これは私に出し中央で
あなたに対して同じで、もしこの容認するならば、あれは非常に古い事故事だ。中間が便利のため起こるだ。あるくしよう、私はあなたの一生に上まで登り、私たちは気を遅くに回答がある。劝劝他们收起枪，如果我的脑袋被打穿，谁来保护你的女人呢？李三，あなたの、你なの上で上は、私は、あなたの女房の死ぬことはの強く、だから私に、あれだけの報酬を、それでさらに相談して、そこの子は、もう、私は、もう、
あなたの女房の援陣を報酬しないと停滞している。李云龙先生，你不要如此无情，难道你希望自己的女人死吗？所以我建议我们双方停火十五分钟再行商量，否则我不再保护你女人的安全。你少来这一套，你我都知道一分钟就能决定战斗的胜负，我李云龙不会拿自己士兵的生命去换自己的老婆。说得好，团长，我受亲一个换这么多小女们鬼子，值！团长，开炮！为独立团的战友报仇，为赵家与几百个乡亲报仇！李云龙，你开炮啊！开炮！别开炮，团长，别开炮，让我带兄弟们再冲一次吧！啊！李云龙。